愛かの今状より君の視線を引きつけよう。同じ日にさよなら、君がそばにいるならもっとどこにだって行けるから、僕に見せてくれない。 Now you got の偶然のときめき、ただいま
じゃあ正解発表いきますか。いきます。正解は、せーの、もとめー。くら寿司は1ヶ月しか働いてない。終わりだ。働かなくて。ダメだ。短め。握ってない。一個も握ってない。一個も握ってない。そうしたけ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 。今のはこれ練習です。練習です。もう一問ありますので、これぜひ皆さんでお答えお願いします。じゃあ毎回対戦から。はい。じゃあ次ここからいきますね。バンドをしていました。バンドをしていました。誰なの？気になるね。続いてハヤト。もういいかな。次二つ目なんです。二つ目。サッカー部でした。そう、サッカー部ね。多いからね、サッカー部ね。はい、3つ目。3つ目。体重が50キロ。おぉ、だいぶない。誰だろう。気になりますけどね。もう一回いきましょう。かずきさん。はい、2人兄弟です。2人兄弟。兄弟事情聞いても分かんないですよね。それは当たり前ですよ。はい、日高屋でバイトしてました。日高屋です。知らずではないです。気になりますね。日高屋です。カラオケが好き。カラオケが好き。カラオケが好き。いきますよ。ポケモンで例えると、グリックルに似てます。ダイヤモンドパールでね。わからない。毒使えたんだ。たけしの、たけしのね。皆さん、わかりましたか？わかんない。一回じゃあ聞きますね。せーの。ルイジ。ルイジ君とか、ここにありますけど。じゃあ、正解発表僕たちの方でいきますか。いきましょう。せーの。マネージャーだ。メンバーではなく、特典会を絶対してくれてるマネージャーさんの特徴でした。欲しい曲です。結構需要高いんですよ、うちのマネージャー。だからマネージャー特典券欲しいもんね。欲しい。欲しい。俺らより人気ないから。僕たちより人気なんで、ぜひ特典会遊びに来てくれたら嬉しいと思います。ありがとうございます。じゃあ早速ね、もう時間もそうなんで、最後いきますか。いっちゃいますか。おどぶさんからパパッと。はい、そうですね。最後また踊れる曲になってます。はい。もう指した方は今すぐやっていただいて。ああ、そう。で、親指を OK にして目の前で3、次2作って1枚出したらお顔の前でパーで、最後みんなで踊って後ろの皆さんもね、前気持ちよく終われたらと思いますので、見やすいところにね、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。それでは聞いてください。嘘。お電話。それでは聞いてください。フィリソフィリSo,
対バンがあるのでぜひいらしてください。お願いします。よろしくお願いします。そして明日はですね、はい、明日もハロウィンということで仮装させていただく予定です。みんなバラバラのコスプレなのでね、皆さんもバラバラでもいいですし、はい、みんな統一感出してもいいと思いますのでぜひ遊びに行ってください。よろしくお願いします。そして11月5日の方からですね、コスプレじゃないんですけど浴衣を着て特典会をした JJ フェスというね、新木場ファクトリーさんにて行われるステージがありますので、ぜひぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そして11月17日僕たちの初のワンマンライブがあります。今撮っていただいている動画を SNS にアップしていただき、ぜひたくさんの人たちに遊びに来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、特典会言っていいですか。はい、お願いします。実はこの後どんどんあれ、あのいつも多くなさい求める